こんにちは、ちあきチャンネルのちあきでーす。今日はですね、マックの新商品を食べていきたいと思います。今年もてりたまの季節がやってきましたということで、今日はね、割と新商品てんこ盛りなんですけど、一個一個紹介しながら食べていきたいと思います。はい、ということで早速いただきます。マックフィズ愛媛県産ポンカン、お値段が250円。愛媛はみかん有名だもんね。美味しい。ただのみかんじゃないわ、愛媛県産ポンカンだわ。商品名そのままっていう。うん、めっちゃ美味しい。甘みと酸味のバランスが絶妙ですね。マックフィズピンクグレープフルーツレモネード、お値段が250円。色はね、画像で見るよりちょっと薄めかもしれない。いただきます。うん、これめっちゃ美味しいわ。うちは個人的にこっちの方が好きだわ。めっちゃさっぱりする。うん、でもレモネードよりやっぱりグレープフルーツ強めかなって感じですね。それでは早速てりたま、お値段が360円。うん、あ、春の味。皆さん春の味です。てりたまはさ、やっぱりいつも春に出るから、これを食べると春を感じますね。うん、てりたま食べたことない人いるかな。いるか、さすがに。てりやきバーガーに目玉焼きプラスした感じ、簡単に言えば。うん、卵プルプル。うん、今日ね、実は朝まで編集してて、今も朝に撮ってるんだけど、2時間ぐらいしか寝てないんですよ。しかも寝る直前までグミ食べたりとかしてたからさ、お腹空くかなって心配だったんだけど、全然空いたわ。全然美味しい。うん、最近ね、ちょっと動画が少なくて申し訳ない。明日明後日もレコーディングと撮影があって、今日もね、この動画を夜に出し終わったら、明日の朝までに編集しなきゃいけない動画が一本あんのよ。ちょっとね、やばいかもしれない。引きこもりで体力がないからレッドブル飲んで頑張ろうと思います。うん、うん、チーズてりたま、お値段が390円。うん、うん、うん、こちらもね、毎度おなじみ、間違いないやつですね。うん、うちは断然普通のてりたまよりチーズてりたまの方が好きです。この照り焼きソースにチーズが合うのよ、また。高カロリー激うま最強タッグって感じで。うん、今年はチキンタツタ出るのかな。去年は1月2月ぐらいに出たよね。また食べたい、あの瀬戸内レモンタルタル。やばい、バンズがめっちゃずれてた、つかめない。うん、シャカシャカポテトスモークチーズ味、こちら L サイズを買ったので360円です。この専用の袋にポテトをガバッと入れまして、はい、全部入りました。種も仕掛けもございません。そしたらこのスモークチーズパウダーを入れます。全部入りました。そしたらシェイクシェイクタイムと。
うちはね、揚げ方すごい独特かもしれない。こうやって揚げた方が食べやすくない？皆さんはいつもどうしてますか？こっちに戻してますか？すんごいスモークチーズの匂いが。いただきます。あー、なるほどね。匂いはね、結構強いんだけど、味的にはそんなに濃くないかな。 L サイズだからかな。ほんのりチーズって感じ。うん、おいしい。濃い口の人はね、 L サイズ買うんだったら2袋入れてもいいかも。でもそれだと塩分過多になるか。危ない危ない、やめた方がいい。スモークチーズだから結構燻製感を感じますね。おしゃな味。厚切りスパイシーベーコンテリタマ、お値段が450円。あ、今のところ辛くない。あ、でも辛い。いや、辛くない。どっちどっち、どっちがどっち。あ、辛い。結構辛い。あ、結構辛いかもしれない。あ、待って、辛い。ちょっとじわじわ汗かいてきてるもん。おいしいおいしい、慣れてきた、ちょっと。でもね、これは一応てりたまの仲間なんだろうけど、中にハバネロマヨソースが入ってるのね。その味が強すぎて、照り焼きソースの存在感がほぼないに等しい感じにはなってますね。あのね、ベーコン結構分厚いじゃん。分厚いじゃんって分厚いのよ。だから歯で噛みちぎるの結構大変。うちが代謝いいからかわかんないけど、結構汗がじわじわ出てくるから、初デートとかではね、ちょっと食べない方がいいかもしれない。恥ずかしいじゃん、ちょっと初デートでハンバーガーがついて汗かいてたら。 1,2 年付き合ってるのであれば大丈夫かなと思います。やっぱりベーコンむずい。ベーコン食べるのむずい。マックフルーリーキットカット、お値段が290円。懐かしい懐かしい。これ去年も食べたんだよね。一昨年も食べたんだよね。一昨年食べた動画はね、確か消しちゃったんだけど、めっちゃ初期だったからね、恥ずかしかったから。出たら毎年食べてる、美味しくて。キットカットとブラックサンダーはね、食べちゃいますね。キットカット特有の、なんていうの、サクサク感がちゃんと表現されてますね。アイス食べるのちょっと時間かかるんでね、残りは早送りでご覧ください。完食。マックフルーリーキットカットストロベリー、お値段が320円。アポロだ。アポロの味に近い感じだ。うちこっちの方が好きかも。普通のキットカットも好きだけどね、アポロの方が好きですね。さっきのハンバーガーを食べてじわっとかいた汗が冷えてきたのか、寒くなってきました。シンプルにアイス食べてるからか。でも最近お昼すごい暖かくなったね。ポカポカしてる。でも夜は相変わらず寒い。夜は寒いよ。
最後の一口いただきます。うん、完食です。ごちそうさまでした。はい、ということでマックの新商品を食べていったんですけども、どれもね本当にめちゃめちゃ美味しかったです。で、厚切りスパイシーベーコンてりたまはあれめちゃめちゃ美味しいんですけど、結構辛いのでご注意ください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。そんなこともわからない。